どうもこんばんは、テニストです。今日ね、風がちょっとあかんかもしらん。雲が綺麗だな。はい、ほいっと、今日はね、ここです。どうも失礼します。あのね、虫の声がうるさいんだけどね、これね、本当は夏場とかだとこういうのデフォルトだからね。うん、いいね。よし、こっちじゃなくてこっちにしましょう。行くわよ。気持ち悪い階段だな、すっごい低い。ちょっと待ってね、本当に危ないからね、階段っていうのは。道が結構近くにあるから、そっちの音も入っちゃうと思うけど。危ない。何の音だよ、びっくりした。調べたところ、社務所っていうより、そこの神主さんが住んでる家があるかもしれないから、そしたら電気消すね。風が強くなってきたな。ちょっと待ってね。そうや、電池切れだった。家があるからちょっとそこまで行きたいけど、やめとこう。車があって完全あれだわ、神主さんの家だわ。山際にあるこういう神社、僕の方にあるような小さい神社大好きなんだよね。だからすぐこういうとこ映像撮り来ちゃうんだけど、
この電気がなければ、この雰囲気結構なとこだったんだろうけどな。まあ今日はしょうがない。風がまずやばい。ちょっといい、すごい風。雨が止んだと思ったら風に台無しにされるわ。まあ、綺麗なとこだね。いい感じの階段で、ちょっと本当に道のそばだっていうのがあるからちょっとあれだけど、まあまあこのぐらいの規模の神社だったらまああれかな、パパって10分かからずくらいで行ってこられちゃうかな。はい、感じですね。お疲れ様です。ちょっともうちょい長く撮れればよかったんだけどね、申し訳ない。お疲れ様です。帰りよせんちゃん、またねー。